突然のお見合い期からこんにちは、ヨウムです。霊夢だよ。で、ヨウム、なんで急にお見合い期にいるのさ。いやね、ここにいるループ主がテスト終わりにどうしても、鉄道に乗りたい、乗りたいって叫んでるから乗りに来た。あ、どうもここもチャンネル主です。あ、ループ主、大宮駅にいるってことは、大宮から乗るの？いや、宇都宮駅からいろいろな路線を乗り継ぐよ。まあ、ここで喋ってるのもなんなんだし、本編行きますか。それでは本編へ。さて、やってきたのは宇都宮駅、ここから何に乗るのやら。ウプ主、何乗るの？霊夢、よく聞いてくれたね。宇都宮から乗るのは、東北新幹線だ。うおー。新幹線に乗るのはいつぶりだ？まあ、友達と大宮駅で撮影した以来だから約数ヶ月ぶりか。ウプ主、これ撮ってるの休日だから混んでない？ヨウムの言う通り、めちゃくちゃ混んでます。座れるか微妙です。はい。大丈夫なの？座れなかったら立ち席が。終わった。でも、大丈夫、必ず座れる座席を今回は取ろうと思ってるから。オープヌシ、ついにグランクラスに乗るのか？あんな高いもの乗れるわけねえだろ。今回乗るのはグリーン車だ。でもオープヌシ、緑の窓口、結構混んでたよ、大丈夫？いや、ならが大丈夫なはず。めちゃくちゃ動揺してるなぁ。さて、新幹線で座れるか、地獄の立ち席か。地獄の立ち席に一票。なべな、ここに悪魔を連れてきた奴は。まあまあ、券売機、見てグリーン車が空いてるかによるからな。へえ、ープ主、大宮まで乗るのか。ちょっとこの後のネタバレにはなるんだけど、大宮から東部に乗り換えるから、大宮駅まで乗るよ。ープ主は窓側、通路側、どっちに乗りたいの？空いてれば窓側がいいな。交通率なのに結構空いてる。これは2プラス2の座席だから、座席幅も広いのかな？なーんも調べてないからわからん。いや、そこは調べとけよ。切符の値段は約4000円か。グリーン車だから若干高いね。さて、緑の窓口を出て、ホームに向かいますか。新幹線改札に来たね。これから乗るのはやまびこ130号、東京駅。間違えた。東京。なんで、ネイティブレイムになった。私たちが乗る新幹線が来たよ。乗るのはいい5系、できればいい2系に乗りたかった。残念。これに乗って大宮まで行こう。ドアが開いたから乗ろう。ちなみに宇都宮から乗るのは私たち、含めて3人だったよ。うわぁ、指定席とかと全然違う。高級感が半端ない。私たちが座る座席に来たよ。前と後ろにも人がいないから気楽だね。さて、新幹線は帝国で宇都宮を発車したよ。グリーン車の乗車率はそこまで高くなかったね。まあ、言うても東京まで近いし乗る人は少ないでしょ。多い8系だ、あれ？うわぁ、これトップなんだ。マジか、いい8も少ないとはいえ、トップなんを引き当てるとは。いつか E3 にも乗りたいなぁ。ここで、グリーンの座席を紹介するか。テーブルは前と肘の掛け下にあるよ。前のテーブルは動かすこともできるよ。弁当を食べたいなら前を使うのがおすすめ。そしてここのボタンを押すと読書灯が光るよ。この細長いボタンを押すとアームレスが自動で動くから快適。本当に良すぎる。
そして、この黒いボタンを押すと、リクライニングが倒れるよ。結構深くまで倒れるから、長距離移動には楽。中央の肘掛けのところには、コンセントもついてるよ。新幹線は、帝国通りに小山駅を通過したよ。小山駅は止まる新幹線が多くないから、日中は人が少ないね。場面は変わって上越、北陸、新幹線との合流点に来たよ。ここからは、新幹線の他にニューシャトルがいるよね。そうだね、霊夢。正式には埼玉新都市交通だね。開業は、1983年に開業したよ。さあさあ、場面は変わり、大宮駅に到着したよ。乗車時間は少なかったけど、楽しめたね。ここまで乗ってきた、やまびこ130号は、東京に向けて発車するよ。バイバイ。にしても、大宮駅の発車本数はエグいな。宇都宮と大宮を比べたら、終わりだよ。この、新幹線の、モニュメントめちゃくちゃリアルだな。で、ヨウムここから何線に乗るの？ここからは、東武アーバンパークライン、または東武野田線に乗るよ。ねえヨウム、ここから東武アーバンパークラインのホームまで遠いの？そうだね、少し遠い位置にアーバンパークラインのホームがあるよ。アーバンパークラインの改札付近まで来たよ。にしても、離れすぎてない JR と東武の位置。まあ、東武のホームが大宮の端の方にあるからね。倍速にしたけど、階段から改札までは距離があるね。東武のホームに来たけどすぐ横には京浜東北線や宇都宮線のホームがあるね。その中で東武線は2面2線の狭いホームだね。それじゃあ乗ってくのは急行、船橋行きで車両は6万系だよ。アーバンパークラインだと一番新しい車両だね。そのアーバンパークラインも2025年度に新型車両の8万系を導入するんだよね。そうそう、計25編成125両が導入予定だよ。おお、ちょうどいいタイミングで宇都宮線と回送列車が同時発車した。さて、アーバンパークラインが帝国で大宮を発車したよ。急行の停車駅は結構複雑なんだよね。電車はそろそろ春日部駅に到着するよ。春日部といえばクレヨンしんちゃんだよね。けどクレヨンしんちゃんにも出てくる佐藤ここの稼働の舞台となったイトーヨーカドー春日部店が閉店するんだよね。だから8月中にそのイトーヨーカドー春日部店に行こうと考えてるよ。最後に行っときたいしね。それも動画にしようと考えてるので、ぜひ見てください。そして、春日部駅は高架化するから、旧ホームの撤去作業を行ってるね。奥の方にちらっと仮ホームが見えたね。電車は、帝国で春日部駅に到着したね。ここで、初メロフルコーラスチャレンジ。春日部駅のクレシンの初メロが流れるから、全部流れるのかというチャレンジだよ。様は乗り換えです。神奈川線の電車は急行船橋行きです。次は藤野牛島に止まります。神奈川線ご案内しました。ご注意ください。うおー、全部流れた。そんな叫んでる人を横目に、電車は帝国で春日部駅を発車します。ご乗車ありがとうございます。この電車は急行船橋行きです。ここまでの
駅で8000系8111編成に遭遇。マジで嬉しすぎる。今度は乗りたいな。さて電車は柏駅に到着。ここまで栃木、埼玉、千葉と移動してきて、つぬしは疲れ切ってるね。柏駅は常磐線、常磐線各駅停車、野田線が乗り入れてるので、確定で常磐線に乗ります。ねえ、ヨウムお腹空いたし、近くでご飯食べない？確かに、少し調べてみるよ。近くにマックがあったからそこにするか。久々のマックだー。でも、食べ終えてから、柏からずっと普通列車で行くの？ちっちっち、そんな長い時間乗ってられないから。特急課金。しかもグリーン車に乗るよ。新幹線に次いで特急列車のグリーンに乗れるのか、最高だ。その前に腹ごしらえをするよ。さて、降りてマックに向かいますか。鉄道が好きな高校生。さて、近くの券売機でチケットを買ったし、乗りますか。うぷ主だから、窓側なんだろうな。レイム残念通路側でした、アベロベロバー。ピキピキ。まあそろそろ特急列車来るし、ホーム行こうか。これから乗るのは時は61号、勝田駅でオレンジパーシモン塗装だよ。確か、茨城ディスティネーションキャンペーンでこの塗装になったんだよね。そうだよ、この他にも4色の色をまとった先生もいるよ。ちなみにこのカラーは2026年春頃までらしいよ。見たい人はお早めに。そうだ、これに乗って友部まで向かいます。友部からはあの路線しかないよね。大分にも高級感のある座席だー。電車は帝国で柏駅を発車したよ。ちなみにこの後車掌さんに行って座席を変えたので、この後の動画は反対の景色になります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ61号勝田行きです。途中、土浦、石岡、友部、水戸に停車いたします。グリーン車は5号車です。さて、この列車は途中駅の土浦駅を発車するよ。確か、ここから先は10から15両編成じゃなくて5両編成になっていくよね。そうだね、朝とか夜には10から15両編成も水戸の方まで行くと思うけど、昼間は5両編成が基本になってくるね。本日も JR 東日本をご利用ください。突然のうぷ主登場です。さて、ここからグリーン車にある設備を紹介していくか。まず、扉の近くにある多目的トイレだね。扉もボタンで開くようになってるし、バリアフリー対策もできてるね。そしてこれが編成表だね。その他にも、洗面台や AED や男性用、化粧室ゴミ箱があるよ。ちゃんと乗務員室もあるよ。うつ主、追加を座席の近くに落としてたらしいです。危なすぎ。あっという間に、特急列車は友部駅、到着しました。友部駅で降りるってことは水戸線に乗り換えだよね。そうだよ、でも次に水戸線来るの約1時間、こうなんだよね。終わった。まあなんか語れながら待つか。そうだね。乗ってきた時は61号は勝田に向けて発車していくよ。
この水戸線、小山駅で下館まで乗るよ。ねねヨウム、まさかあの車両って。うわい、531系赤電塗装だ。このウブ主は過去に下館駅で赤電塗装の列車を逃しているのだ。さて、電車は友部駅を出発したよ。少し前の水戸線は501系が走っていて、今は臨時列車の先駆けとして走っているよ。水戸線は水戸とついてるのに、水戸に行かなかったりして結構ネタ路線として使われてるね。あとは小山駅以外は全て茨城の駅なので、時はロパスだと水戸線の小田林駅までしか使えないんだよね。ここで常磐線とは分かれるよ。そして最後の路線は真岡鉄道だよ。真岡鉄道の中でも珍しいボックスシートの座席でめちゃくちゃふかふかだよ。ここに来て散策か。ちなみに土日祝日になると SL が運行されるから、ぜひ乗りに来てね。電車は帝国で下館駅を発車したよ。このうなるようなモーター音がいいよね。これ以上流すと普通に住所の近く公開になるから、ここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。